5、MLB、ア・リーグ、ナ・リーグ、日本時間17日、アーリントン。ダブルコートライバル、たちも口あんぐりの完璧な一撃だった。メジャーリーグのオールスター戦が16日、日本時間17日、レンジャーズの本拠地グローブライフフィールドで行われ、ドジャース、大谷翔平投手はナ・リーグの2番、指名打者、で先発出場。第2打席で救援初本塁打を放った。実際の映像、野軍のジャッジ&ソトも苦笑い、大谷翔平の芸術的な一発。3回無視1、2塁打でタナー・ハウク投手、レッドソックス、から豪快右越えアーチとなるスリーランを放った。打球速度 103.7 マイル、約 166.9 キロ、飛距離400フィート、約 121.9 メートル、角度29度の完璧弾。球場は大歓声に包まれた。大谷が本塁打を打つ直前、オールスター戦の中継をしていた、FOX スポーツ、ではヤンキースのフアンソトとアーロン・ジャッジの両外野手が守備中にインタビューを受けていた。ジャッジはジャッジ、彼が毎年していることは驚異的だ。そして今年はトミー・ジョン手術明けで打率316に 30HR 近くを打っている、と脱帽。言葉を発した直後に、その時、が来た。実況のジョー・デイビス氏は、外は動きもしない大谷がオールスターゲームで HR を打ちました。と興奮混じりに実況。右翼を守っていた外は文字通り一歩も動かず、大谷の本塁打を見送っていた。オールスター通算8打席目で待望の初アーチ。日本選手がオールスターで本塁打を放ったのは2人目の快挙。2007年イチローのランニング本塁打のみで、柵越えは初めてだ。イチロー以来の MVP